この動画はデッドバイデイライトとのパートナーシップのもとお送りします。新しいポケモンね、前のその、パール、ダイヤモンド&パールもクリアしてないのよね。トートミさん、メンバーリキさん、ガケツありがとう。体調気をつって頑張ります。やっと信用するやついるぞ、今回。どこだ？やったら近いんだけど。ん？投げとこ。そしたら寄ってくでしょ、あそこに。たまるね、石が。ああ、いたいたいた。実態が明らかになりましたわ。また石が2周目たまり始めたな。いや、もう石がもったいないからね。体から生成した石がさ、投げるよ。下に板ないパターンか。ここの家に近づいてきたら石外に投げましょうか。そっちだよ。あ、そこでやってんだ。超えてった、超えてった。いや、たまるな、今回石すげえたまるな。さあ、我々歌姫姉妹頑張らせていただきます。なるほど、ミカエラを追ってるようだ。じゃあ私もあそこを手伝おうか。なんか近いぞ。あー、あそこだったか。どこに釣るかな。うまっ。危ね。ああまさかの落としてけよ。おじさん。救急キット回収して。あー、救急キット、あれ欲しい。いや、産んだもんなくても私にはこれがあるんだぜ、これがあるんだぜ。そう、あんなアイテムなんか拾う必要ないんだ。見えろ、恐怖症だと。拾えるぞこれ。危な。よし、使い切っちゃおう。どうせ
どうせ打ち捨てられる運命の救急キットなら使っておこうじゃないか。ふむ、そういうことだ。ミカエラやばいな、あれ。ワンパン大丈夫かな。まずい、まずい。あそこでダウンするとまずいことになる。あそこで。はいよ。いらねえよ、そんな救急キットも。いや、なんもねえな、これ。なんかさ、もがきのスキルチェック変わった気がしない？このさ、スキルチェ押した瞬間にこうさ、ビタンって止まるような感覚にならない？これカチンカチンみたいな、なんか反応良くなった気がするんだよね。これもうちょっとだったんだね。なんかやりやすくなったよね、なんか若干。今までなんかこの猶予なくこうすぐ反発してた感じあったんだけど、この辺変わった気がするよね。あー、磁石でくっついてみる感覚。そう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 、まさにまさに、それそれそれに変わったよね。うん、なんかやりやすくなってんだよね、実はもがきが。いやー、つけといてよかった。このピエロ、ピエロ来るぞ、治療が早いぞ、スキチ早いぞ。はいやはいや、スキチ早っ。てかあそこの1台なかなか進まないな。ちょっと手伝い行こう。誰のこれ、一応持って帰る。ナイスナイス。あそこにやろうか。いや、こっち側やろう。私も手伝います。ん？どこだ？マジか。こっち側でチェイスした方が良さそうだね。そんなものいらない。どうしよう。心音バカでかいの、これピエロ恐怖症のためのやつだろうね。
ほほほ、早い早い。あいえ。みんな、ほらこのピタンピタンってやつ。ミカエラ一生感染してるな。スーバーがしまいよ。わがしまいよ、ナイス。嘘、こっち来んの。近いとこでやってんな。あ、あそこでやってんのか。ちょっと小屋側に行こう。小屋側の発電機やろう。今の位置にさっきやってたぜ。だね、ナイス。残り1台、これ来んじゃない。いけいけいけ、私余計アドレナリン。なんだこのデケ草。なんだこのデケ草。やべ、草生えてる。ベルカさん、こんばんは。ありがとう。こんばんは。エレガントな服でしょう、これ。さあ、ゲートのとこちょっと見てみよう。あ、やってくれてるね。まあ、じゃあ、あれかな。一応、あの人がダウンした時を想定して。ナイス。まあ、この人が作ってくれたからいいか。行きましょう。我々の力見せましょう。我ら、私の妹よ、助けてみせる。ゲートも開けよう。反応がしなかった今。あのゲートを待ちましょう。それまでスプバをちょっと回復するよ。全力疾走でカバー。妹よ、なんで。はよ相手、はよ相手、はよ相手。危な。やば。神救出でしたね。いや、ピエロ恐怖症すごかったな。ずさんピエロの苦悶のフランクリン。だからまあ
救急キットを持ってるサバイバーたちだったら落としちまえば治療できないんじゃないかっていうあれだったのかもね。でも保険をこのミカエラと私が実は癒しを持ってきてるという二段構え、なんと絶対に回復する部隊が二人いたっていうのがすごい良かったね。